その上で今回、修正を行ったところでありますが、これ、政治資金規正法に基づいて公開すべきことについては、これはすべて公開をしております。まあ、それ以上の点について、この総理がご自身が残高についてはすべて銀行口座にあると、残高変わってないっていうんですが、変わってないっていうのは、いつから変わってないですか、10年前ですか、どのぐらいからちゃんと突合できて、問題ないというふうに確認したのかということも言えないと、そしてじゃあ、まあ、もっと端的に聞くと、いつから不正はあったんですか、いつから。内閣総理大臣、岸田文雄君。会計知識の不足から、事務的に不適切な対応を行っていた、これについては2018年、2019年、2020年、この3年において確認をされているということを申し上げております。それ以前については、資料が残されておりません、確認できないという報告を受けております。長妻昭君。まあ、これ、収支報告書はですね、普通は保管してると思うんですね、それ以前も。あるいは銀行口座について、もう国会でも何度も答弁されてるんで、それ、預金通帳はもう過去のものもあるわけですから、これ、過去のものもぜひ出していただきたいということを強くお願いをいたします。いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。政治資金規正法に基づいて公開すべきものはすべて公開をいたします。しかし、それ以上のことについてはお答えは差し控えます。長妻昭君。これ、先頭に立ってっておっしゃってるんですよ。これ、岸田派ですよ。岸田さんがついこの前まで派閥の会長だったんですよ。監督責任ありますよ、これ。これ、道義的、政治的責任ありますよ。これきちっとやっぱり全容解明すると、先頭に立つとおっしゃっているのに、何ですか、今の答弁は。これ、委員長にですね、今私が申し上げたことをきちっと出すように、理事会で諮っていただきたい、お願いします。理事会で協議いたします。長妻昭君。そして今回の一連の裏金の捜査ですね、泰山明堂してネズミ一匹というふうに、感じる方も多いと思うんですが、これ、法務大臣にお伺いしますけれども、今回の捜査について、非公式、公式問わずですね、何らかの報告が上がってたということはありますか。法務大臣、小泉龍司君。まあ、お尋ねは個別事件に関わる事柄であり、また法務省内部におけるやり取りではありますが、検察当局の捜査活動の公平、公正に疑念を抱かれることがあってはならないという観点から申し上げますと、法務大臣の職責上、承知しておくべき事柄については、適時適切に報告を受けております。今回の事案に関して申し上げますと、検察当局から法務当局を通じ、起訴ないし不起訴の処分の実施の前に適時適切に報告を受けております。長妻昭君。これ裏金騒動、裏金疑惑が起こった後、二階さんと何か話したことはありますか。法務大臣、小泉龍司君。はい、昨年の12月20日に私は市水会から退会をいたしましたが、その際、まあ、その前に、大会の前に、取水会会長である二階俊博議員に対して、国民の誤解を招くことがないよう、取水会を退会したい旨、伝え、二階議員から了承を得たものであります。長妻昭君。これ役所から検察というか、法務省から上がってきた捜査の非公式、公式問わず、報告に対して、何らかの感想をめいたことっていうのは、おっしゃったことはありますか。法務大臣、小泉龍司君。はい、この12月20日、私が取水会から退会する前の二階会長との会話の中では、この退会にさせていただきたい、了承しますと、職務にしっかり専念してもらいたいと
というお言葉がありました。それ以外の会話はしておりません。役所に、役所からの報告。長妻昭君。役所に対して報告が上がってきたときに、何らかの感想をめいたことはおっしゃいましたか。役所に対してですね。はい、法務大臣、小泉龍司君。報告受けたの、それで感想をめいた、はい。いや、あの、報告を受けただけです。私から何も申し上げておりません。長妻昭君。これもですね、あの、非常に私はこの捜査について、不可解な形で終わったと思っておりますので、まあ、これらについてもさらに解明を深めていきたいというふうに思います。そして配布資料の一番最後のページでございますが、これ、全議員にアンケート調査をされたと、昨日配布されたアンケート用紙でございますけれども、これ、まずですね、いろんな問題があると思うんですが、総理にお伺いしますが、派閥による政治資金パーティーに関する全議員調査と、ここに派閥によるという限定がついてるんですね、派閥による、でもこのパーティーで、政治資金パーティーで裏金が作ったのは、薗浦健太郎さんの事件も、これ、個人での開催のパーティーで裏金ということがあったわけですよね。そして自民党の県連でもですね、パーティーによる裏金疑惑というのが出てるわけでありまして、この派閥による政治資金パーティーと、つまり無派閥の方は調査対象じゃなくなっちゃうじゃないですか、こういう限定というのは、これはやめていただきたいと思うんですが、なぜこんな狭く限定したんですか、先頭に立つとおっしゃっているの。内閣総理大臣、岸田文雄君。政治と金をめぐりましては、過去さまざまな事件、事案がありますが、今回、この大きな問題になっているのは、この派閥による政治資金パーティーを舞台として行われたさまざまなやり取りであります。よって、今回、最も焦点となっている派閥の政治資金パーティーについて、アンケート調査を行いました。もちろん、合わせて党幹部による関係者の聞き取り、外部の弁護士も加わってもらいながら、聞き取り調査を行っております。これと合わせることによって、党としての実態を解明していきたいと考えております。長妻昭君。でも総理は今回、全容解明をして、まあ、海を一気に出し切ると、こういう思いを持っておられると思うんですね。なぜこの限定をして、しかも質問項目も非常に少ない形でですね、まあ、こういう調査をされるのかということで、まあ、私はですね、この派閥によるという限定をやめていただきたいというふうに、これは強く申し上げておきます。そしてですね、この裏金について、まあ、出し手側と受け手側があると思うんですね。受け手側の議員の政治団体、収支報告の訂正というのが、まあ、いろいろ出てきております。で、それを拝見しますとですね、非常に親と思う修正がいろいろ多いんですね。この修正も仮にですね、虚偽であれば、二重三重のまた罪がかぶってくると思うんでございますが、ちょっと気になるものというのを申し上げますと、まあ、配布資料で配っておりますが、4人の自民党の国会議員の収支報告書の抜粋を配布資料で配っております。はじめのお二人についてはですね、はじめのお二人については、両者とも安倍派の方でございますが、これ訂正してるんですね、今回の裏金の問題を受けて。で、どういうふうに訂正してるかといいますと、これ、それぞれですね、自民党の総支部に個人で、その議員が個人で寄付をしてる、そういう収支報告書だったのが、その個人の寄付額を減額して、それと同じ金額が実は清和会から総支部に直接入ったと、こういうふうに訂正してるんですね。つまり、一旦ですね、裏金が議員個人に渡って、自分の所得になって、そして自分が代表の総支部に寄付をするというのがもともとそういうことだったんです。これはですね、一旦
自分がもらったということで、所得になるんじゃないでしょうか。で、実はそういうふうに一旦はしたけれども、今回また変えたというのは、一体これ、どういうことなのか、初めが正しくて、変えた後が虚偽であれば、これは罪は大きいわけでございます。今までは不記載というものを記載する訂正、これも多いんですが、初めが虚偽記載で、で次にまた訂正したのが虚偽なのかどうかわからないと、こういうようなパターンが一つあると。でもう一つはですね、後の後者のお二人についての収支報告書、これも抜粋をつけておりますけれども、これも自民党の国会議員でございますが、お一人が安倍派の参議院議員、お一人が二階派の参議院議員でございますが、これはですね、個人でやってるパーティーを書いてるんですね、収支報告書に。個人でやっているパーティーの収入が訂正後減ってるんですよ、減ってる。で、その差額分を派閥からの寄付としてるんですね。つまりですね、これ、下村発言と合致するんですよね。下村さんが記者会見で発言された内容というのはどういうことかというと、幹部の打ち合わせで、ある人から、ある人っていうのはある議員だと思いますが、幹部だと思いますが、幹部については個人の資金集めパーティーのところに上乗せして、収支報告書で合法的な形で出すということもあるのではないかという案もあったと。これ、合法的じゃないと思うんですけどね、虚偽だから。これ案もあったと。案もあったというか、それを実践している安倍派の議員がいるわけですよ、すでに。自分の個人のパーティーに上乗せしたんというふうに推察されますけれども、減額した同じ金額が訂正後、安倍派からその金額が寄付をされると、こういうようなですね、まあ、非常にその不可解な訂正というのがあるんですが、これは総理はご存知でしたか。内閣総理大臣、岸田文雄君。今までのところ、まあ、政治資金パーティーに、関連して、この派閥が支出した資金を個人が、議員個人が受領した例は把握してはおりませんが、今、先ほど申し上げたように、まあ、党として外部の、まあ、弁護士も交えて、関係者の聞き取りを進めています。アンケート調査の結果と合わせて、実態把握を党としても進めていきたいと考えております。長妻昭君。これ、今申し上げたこともですね、徹底的に調査をしていただきたいし、で多くの方はですね、基本的には裏金を収入としてもらったということで、訂正後、増額してるんですね、収入が増えてる。で、その増えた分は何に使ったのかと見ると、全額が翌年に繰り越すと、こういう方が非常に多いんですよ。本当に裏金をそのまま保管を毎年毎年するんでしょうか。まあ、そういうようなことも含めてですね、徹底的にまあ調査をしていただきたいということをお願い申し上げますが、こういうお金の使い方ですね、裏金がいかに使われたのかということも徹底的にしていただきたいというふうに思います。そしてもう一つはですね、この35年前に作られた自民党の政治改革大綱というのは、これは今も有効だというふうに考えていいんですか、総理。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、平成元年の政治改革大綱、あれは中選挙区制度の下での政治改革の議論でありますが、その政治改革大綱自体は、この現在も生きているものだと認識をしております。長妻昭君。今も生きているということで、この1989年に作られた政治改革大綱の中にはですね、こういうことが書かれているんですね。総裁、副総裁、幹事長などは、その地位にあるときには、一旦派閥を離脱するということも書いてあるわけでございます。ということは、
まあ、岸田首相は派閥を離脱せずに首相になられたと、これはまあこの大綱違反だと思いますが、じゃあ今ですね、派閥のトップに幹事長、副総裁はいないのかというと、茂木さんと麻生さんが該当すると、派閥離脱してないわけですね。で、この大綱は生きてるということであれば、お二人に派閥を離れると、離れてくれという勧告というか、そういう指示はしませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。平成元年の政治改革大綱ですが、当時最大の焦点であった中選挙区制度の弊害にどう取り組むかという観点から、さまざまな課題について、取り組みを取りまとめたものであります。当時、派閥についても、中選挙区制の下で、派閥単位の選挙が行われている、こうした弊害をいかに除去するか、これ、最大の眼目として議論されたと承知をしております。そしてその後、小選挙区制度の導入と、具体的な制度改正が実現した、そして、ちょっと待って、派閥についても、その選挙制度のこの改正とともに、この対応がなされたわけですが、しかし結果として、この派閥解消のための取り組みは徹底されず、今日に至った、今日の不祥事につながった、このことについては率直に認め、反省しなければならないと思います。そしてそれだからこそ、この間の中間取りまとめにおいて、派閥から金と人事を切り離す、こうした、いやいや、その話すこと、切り離すことによって、いわゆる派閥が解消することになった。これ、いわゆるこの派閥から、派閥、いわゆる派閥、これ、完全解消すれば、党役員、あるいは閣僚のこの派閥離脱、これは事実上達成できているものであると認識をしています。実質的ないわゆる派閥、これがこの金と人事から切り離すことによって解消するということであるならば、この人事におけるそのご指摘の点につきましても、これは実情達成している、このように認識をしています。そしてそれを確実にするためにこそ、中間取りまとめの金と人事を派閥から切り離す、これを実際に実行する、このことが大事であると思います。このことについて、誠心誠意とど、努力をいたしますと申し上げております。長妻昭君。いや、呆れました。これ今のじゃあもう派閥から一夜にして政策集団に生まれ変わり、派閥ではなくなりました。だから OK ですと。そんなバカな話ないじゃないですか。また復活しますよ、そしたら。これ全然懲りてないですね。これ次の質問に行きますが、長妻君、いや、これ時間がないんで、さっき長々と答弁して、私の質疑時間を非常に侵害してるわけですから、次に行きます。じゃあ、うちの案を出してください。こっちですね。それでですね、この政治改革について、我が党としてはですね、4つの法案を国会にすでに提出をしております。企業団体献金を禁止する法案、パーティー券も含めてですね、そして収支報告書のネット公開法案、デジタル化、これ、名寄せして複数の政治団体持っている議員いますけれども、一発で分かると、そして旧文通費の改革法案、旧文通費全額公開、使途公開して余ったものは返還するという法案、そして政治資金世襲禁止法案ということで、やはり親からですね、政治資金、政治団体を引き継ぐときに、相続税がかからず、無税で引き継いでいるお子さんがおられるということで、非常に発射台が不公平なんですね、まあ、私も2世じゃありませんから、まあ、相手がですね、まあ、そういう方だと、もう資金面、カバンが相当差があるということで、これを禁止する法案をすでに出しておりまして、ぜひこれ、速やかに審議していただきたいと。いうことなんです。で、もう一つは我が党の、これに加えてですね、もう一つ案として、さらに上乗せをした対策を出しておりまして、
まあ、これをですね、また法律化して、国会にいずれ出そうと思っておりますので、まあ、ぜひ今国会で成立させたいと思うんですね。一つは、我々の本気の政治改革実現に向けてということで、政治と金の問題に対する立憲民主党の考え方、まず政治家本人の処罰強化ということで、連座制を導入する、そして政治資金隠匿罪を新設する、で2番目は政治資金の透明性の確保、収支報告書のデジタル化、政治資金の外部監査を強化。今、政党に外部監査義務付けられてないんですね、とんでもないことです。我が党は自主的にやってますが、そして政策活動費は廃止すると、そして3番目としては、政治資金パーティーおよび企業団体献金の禁止、企業団体からの寄付を禁止、政治資金パーティーは全面禁止、個人の寄付への税額控除を抜本拡充と。じゃあ、下ろしてください。まあ、こういうことなんですね。ぜひですね、総理ですね、まあ、自民党が了解をすれば、これ、法律が通るわけですので、本気でということであれば、ぜひお願いをしたいんです。で、その中でですね、総理に企業団体献金についてのちょっと見解を議論したいんですね。この企業団体献金について、総理はですね、八幡製鉄のこの判決、最高裁の判決を引用されて、裁判所も企業団体献金認めてるんだから、どんどんやったらいいんじゃないかみたいな趣旨のご答弁がありましたが、これ、別にですね、その判決というのは、企業団体献金自体は違憲ではないということの判決だけでですね、企業団体献金を法律で禁止することまでを憲法違反だと言ってるわけじゃないんですね。ねえ、それはその見解でいいですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず先ほど来の法改正につきましては、自民党としても、政治の信頼回復のために、真摯にこの議論に向き合う所存です。この自民党としても、自民党内のルールについては、早速改正できるものは改正しましたが、各党共通のルールについても、これ、改めるという議論につきましても、法改正を要する制度改革につきましても、自民党として真摯に向き合ってまいります。それから今、ご質問の最高裁の判決についてですが、この判決については、企業はこの憲法上の政治活動の自由の一環として、政治資金の寄付の自由も有する、こういったこの意味の判決であると、われわれは理解しております。長妻昭君。だからですね、別に法律で禁止することまで憲法違反という判決ではないわけですよね。でですね、一つ、私が今回、政治と金の問題で、ずっと当選以来感じてますことはですね、先進7カ国で日本の企業団体献金の規制が等が一番緩いということなんですね。まあ、フランスもアメリカもカナダも企業団体献金禁止、イギリスは一定以上の金額の企業献金は株主総会の議決がいるということなんです。で、私はですね、日本のこの停滞の大きな原因の一つは、金の力で政治が歪められていると、ここに私はあるというふうに、本当に常日頃思ってるんですね。つまりですね、簡単に言うと、パーティー券が売れない分野とか、金が集まらない分野は、予算が後回しになると。法律の手当が後回しになると。少子化対策が、じゃあ少子化対策が何十年間も重要重要と言って、全然予算つかなかったじゃないですか。我々立憲民主党は子ども手当入れたけれども、自民党が否定したじゃないですか。そして我々はですね、今最大の問題の一つは若者含めて、中高年の皆さんを含めて、非正規雇用の問題ですよ。非正規雇用格差問題、全然手つかずじゃないですか、いまだに。これ、金集まんないですよ、この分野は。パーティー券も売れない、なかなか献金も集まりにくい、そういうところは後回しになってしまう、法律の手当とか予算とか、あるいは新しい産業分野、
これ日本は本当に大切ですよね、新しい産業分野。でも新しい産業分野っていうのはなかなか育ってないから、パーティー券売れませんよ、そんなに。あるいは企業献金だってそんなにうん千万も入ってきませんよ。教育の自己負担もバカ高いじゃないですか、日本は。その背後にですね、多くの献金が集まらない、企業団体献金が集まらない分野、いつもほったらかしになると。私はこれが非常に日本のですね、おかしな政治、金に汚い政治の弊害の本質だと思うんですね。で、我々は、まっとうな政治を目指すということで取り組んでいるわけでございまして、例えばですね、ランキングがあるんですね。これ、まあ、報道でもありますが、これ自民党の国民政治協会に2000万円を超える献金をした企業団体ということなんですね。で、これ見ていただければ、ここにですね、その今私が申し上げたような、分野というのはなかなかないわけですね。本当に日本が必要なところに予算、法律の手当をつけるということではなくて、巨大な業界団体、巨大な企業というのがもう目白押しなわけですよ。で、やっぱり、まあ、こういうところの意見というのは、やっぱりお金をいっぱいもらってるということで、これはまあ人情というか、よく聞くと思うんですよね、コミュニケーションも取るというふうに思うんですけれども、そうでないところっていうのは、やっぱり後回しになるというふうに、私はずっと議員になって思っていることでございまして、ここでですね、企業献金の弊害というのを総理に語っていただいて、これをなんとか解決するということで、一歩踏み出しませんか、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まあ、企業献金行わない、この関係者の政策は後回しになっているというご指摘でありますが、それは当たらないと思っております。これはこうしたさまざまなこの団体、あるいは関係者の意見を聞く、これは大事なことでありますが、それと合わせて、さまざまなこの政策調査をはじめ、有識者の話を聞くことによって、取り組みを行っている。だからこそ、この今の内閣においても、子ども・子育て政策、あるいは認知症対策、あるいはスタートアップ支援、あるいは外国人労働者の問題についても、しっかりと取り組んでいるわけであります。これは、この献金と、そうした政策が直結しているかのような言い方は当たらないと申し上げています。その上で、企業団体献金ということにつきましては、これはこの長年の議論を経て、各党の合意のもとに現在の姿になっていると承知をしております。こうした中で、企業団体献金がこの政策に直結していることを否定した上で、ぜひ各党とともにこの在り方について議論をしたい、このように申し上げております。弊害はあると思うんですか、企業団体献金弊害。いや、企業団体献金については、この献金する側の政治に対するこの関与の自由、まあ、こういった意味があるということを申し上げております。こうしたさまざまな点も含めて、この問題について、各党で議論をすることが重要だと申し上げております。長妻昭君。これ、総理ですね、一生懸命やってるとおっしゃいましたけれども、他の国との比較なんですよ。他の国と比べると、日本は私がさっき申し上げた分野っていうのは、非常に遅れてるんですね、いまだに。これ、総理、弊害について全然おっしゃらないんですけれども、これ、経団連の一つ前の団体ですね、旧経団連からもですね、実は1993年に、こういう提言が出てるんですね。企業献金については、公的助成や個人献金の定着を促進しつつ、一定期間の後、廃止を含めて見直すべきであると。経団連の前身からもこういうふうに出てるし、当時ですね、亀井さんという住友電工会長からもですね、企業献金はそれ自体が利益誘導的な性格を持っていると。企業の団体の長老ですよ。そして、経済同友会の代表幹事の石原さん、当時ですね、こういうことをおっしゃってる。企業が議員に何のために金を出すのか。
投資に対するリターン、株主に対する収益を確保するのが企業だから、企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待すると、こういうふうに言ってんですよ、総理。私は政治はですね、こういう強いものというか、お金をいっぱいあるところ、これももちろん大切にしなきゃいけないけれども、より光を当てるのはですね、お金もなかなかない、組織力もない、本当にお困りのですね、そういうお一人お一人、あるいは中間層の方々じゃないでしょうか。こういうようなことで、総理に最後ですね、一言だけ聞きたいんですね。このまま終わっちゃうと、総理は企業団体献金も全く一点の曇りもないと。これは企業団体献金ではどん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 増やせばいいんだというふうに聞こえたんですね、私には。ですから、その誤解が解くためにも、企業団体献金の弊害もあるということもちゃんと語ってほしいんですよ。どうですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。企業団体献金について、さまざまな議論があり、弊害についてのご指摘がある、それは今、委員がまさに紹介した意見をはじめ、意見があるということはも十分承知をしております。しかし、それとともに、政治活動の自由との観点において、これをどう考えるか、民主主義のコストをどう幅広く社会として維持していくのか、まあ、こういった観点からも議論をし、そして今日の姿は、各党、決して自民党だけではなくして、各党の議論の積み重ねのもとに今日があると申し上げております。ですから、そうしたご指摘の弊害の部分も含めて、これを議論をすること、これは重要であるということを申し上げております。自民党につきましても、こうした議論について、真摯に、この議論に貢献したいと考えます。長妻昭君、まあ、一国の総理ではなくて評論家だと言わざるを得ません。質問終わります。この際早稲田